令和の虎、オールオアナッシング。こんにちは、令和の虎主催の岩井です。今日は6月3日の、金曜日です。あの報道がされてから2日経ちました。で、1日の日のですね、お昼12時に、緊急配信動画として、私の方でですね、動画を流させていただきました。もうあっという間にですね、すごい視聴回数もつきまして、コメント欄もですね、相当なコメントをいただくことになりました。で、今日まで全部ですね、そのコメントを拝見してまいりました。本当に多くはですね、出演者の方々への、励ましの言葉が多かったように、感じております。中にはですね、やはりお叱りの言葉もありましたし、やっぱり時期尚早だったぞと、もう出すなという意見もいただいたんですけれども、もともと今回ですね、あの方々が、書類送検されるであろうことは、私の中では想定済みでした。その中でですね、私としては最終的に、出ていただくという判断をしたわけですから、配信停止ということではなくて延期ですね。やっぱりあの報道がなされたその当日にですね、本当にこれたまたまだったのかわからないんですけど、今となってはともハッピー桑田さん、竹野内さんの、復活動画を流す予定にしてましたので、さすがにこれ当日に流すわけにいかないだろうということで一旦止めてですね、それから今日で3日経ったんですけれども、結論から申し上げましょう。明日から、正式にですね、復活の動画を含めて平常運転に戻ります。で、このことに対して、多くの批判もあろうかと思います。ただ私がやってるのはですね、 YouTube チャンネルでして、これ多分テレビだったらスポンサーとかがついてますので、なかなかこういった決断にはならないかと思ってるんですけれども、自分自身がやってる YouTube チャンネルなので、ここはですね、最終的に大変、生意気かも分かりませんけれども、主催である岩井義明としての判断をさせていただいたということでございます。なので、これから先、どんな批判が、浴びせられるか分かりませんし、いろんなことになっていくのかも分かりませんけれども、全部自分で、責任を取ろうというふうに決めておりますので、どうぞこれ以降のですね、批判についてはできたら、当事者である方々ではなくて僕にいただければ嬉しいなと思っています。振り返ってみるとですね、今から40数年前に僕大学の応援団で応援団の団長をやってた時に応援団が潰れたんですね。その時に全国紙に全部載りまして、その記事が。で、僕同志社大学っていう大学に通ってたんですけども、同大応援団で集団リンチ、岩井義明かっこ22歳率いる同志社大学応援団でっていうふうに僕名指しでですね、新聞に書かれたことがありました。その時に痛感しました。やはり組織の代表者というのは、自分自身が何かその時もですね、実は事件には関わってなかったんですけれども、そういう人間が名前を出されて、全ての責を負うもんだなっていうのを僕40数年前にもうすでに感じてるんですね。で、今回もですね、実は多くのニュースで主語は令和の虎チャンネルでした。で、中にはですね、どなたの名前も出てなくて令和の虎チャンネルに出演している20数人の人間がみたいな言い方をされたんですけども、令和の虎チャンネルというチャンネルが主語になることについては、全然私は問題だと思ってませんし、自分がやってるチャンネルですので、どんなことがその中で起ころうと、全ての責任はやはり、主催であり運営をしている私自身にあると思いますので、甘んじていろんな批判をこれからも受けながら、それでも、ダメになることがあるのかも分かりませんけれども、皆さんのご支援がある限りですね、これからもですね、前を向いて一生懸命、配信を続けていきたいと思います。あえて言わせてください。令和の虎チャンネル、タイガーファンディングには大きな僕社会的意義がもうすでにあると思っています。で、たくさんのですね、そういう方を助けるためにも、偉そうですけれども、なんかこのチャンネルが、やれることがあるんじゃないかなというふうに思って、今までも配信を続けてきましたので、ぜひ、これからも、ご指導ご鞭撻お願いしたいと思いますし、時には叱咤激励の言葉もいただきたいと思いますけれども、よければ温かく見守っていただければ幸いかと思います。はい、明日から改めて正常運転していきますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。今日は以上です。